広島手芸雑貨店レッチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、一日一つの手作りをご紹介していきます。本日はこちらです。イヤーカフになります。こちらはいつも来てくれる小学生の女の子、あいちゃんゆうちゃんの仲良しコンビが、作ってくれたのをご紹介したいと思います。では早速どうぞ。早速やっていきたいと思います。用意するパーツは3つになります。イヤーカフと6ミリのアクリルパーツのビジュー、そして4ミリのゴールドの丸カンになります。はい、ですね、こちらのアクリルパーツなんですけど、全く丸カンがない状態で貼り付けるしか方法がないのかということなんですが、こちらの4ミリの丸カンを用意して、切れ目を上にして3時と9時をしっかり持ってギュッと開きます。そしたらビジューの裏側のところに穴が4つ開いてるんですけど、この穴を使って丸カンを通して、丸カンじゃない、この丸カンを通して貼り付けではない方法で使ってみたいと思います。ぐるっと今これ通したんですけど、見えますかね。はい、こういう感じで、はい、そしたらこちらのイヤーカフのところの穴に入れて、で丸カンをギュッと閉じます。この時、このアクリルのパーツ表側を向くように調整してくださいね。こんな感じで、はい、簡単ですけどこれで完成です。出来上がりました。丸カンのパーツがない、こうついてないものですね。貼り付けもいいんですけど、こういう感じで裏の穴を利用して丸カンをつけていただくと、いろんなアクセサリーにつけることができますので、ぜひこれを応用していろいろ作ってみてください。ちょっとつけてみますと、イヤーカフのつける位置いろいろあるかと思うんですけど、この上の方でもいいですし、もうお子さんだったらイヤリング代わりでこう下の方につけていただいてもいいんじゃないかと思います。はい、ぜひ、気軽に楽しんでハンドメイドをやってみてください。広島手芸雑貨店レジェの向田でした。